私の絵柄が劇画だみたいなね、あの言い方されるようになってね、これは困りましたね。絵なんて関係ないんですから、あくまで劇画という名称はそういうつもりでつけたわけですしね。だから完全にドラマを主体にしたもんです。あくまでドラマを描いてると。だから我々の作品にもし、笑いとか風刺があるとすれば、それはあの作品のテクニック上でやってるだけのことでね、主体はあくまでドラマなんです。絵の描き方とか、だからあの幼年劇画もあってもいいし、ね、少女劇画もあってもいいし。劇画長ちょっと私のようなものに言われてね、もう困ったもんだなと思ってます、ね、もうこっちもそろそろ聞いていくし、あの新しく呼んでくれる人が出てきたらいいなとは思ってるんですけど、ただ何でもいいんですよ呼び方は。ただあのこの世界だと分かればいいんで。